たゲストのコーナー、アニバズファミリアです。アニメ、漫画、ゲーム好きはみんなファミリーだということで、ゲストをお迎えしてアニメ、漫画、ゲームのお話をするコーナーです。はい、まず最初のファミリアからコメント届いてます。2018年テレビアニメソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインで劇中アーティスト神崎エルザの歌唱を担当。その他ソードアートオンラインシリーズやハッピーシュガーライフのテーマソングなどを歌ってきた絶望系アニソンシンガーのこの方です。ジップ FM アニバズをお聞きの皆さん、そして永田レイナさん、ヒラリーさん、こんばんは。レオナです。この番組アニバズはアニメや漫画、ゲームの番組ということで、今日は私レオナの今ハマっているアニメのお話をさせていただきます。それはスパイファミリーです。もう見てらっしゃる方、ご存知の方がたくさんいらっしゃるだろう話題作、そんなスパイファミリーなんですけれども、私レオナが思う魅力その1、父黄昏が可愛い。完全無欠のスパイエージェントなはずなのに、思い通りにいかない家族というものに振り回されっぱなし。個人的には第5話が最高に可愛かったので、ぜひ父にも注目してご覧ください。魅力その2、母ヨルさんも可愛い。どこか天然な要素満載の母、意外と鋭いところがあったり、意外と鈍いところがあったり、もう初登場シーンから少し浮世離れしている母ヨルさんにもぜひ注目してください。そして魅力その3、娘アーニャも可愛い。ついついセリフを真似したくなるような口調のアーニャ、お父さんお母さんではなく、まず父母、各は各所で好奇心旺盛でたまらなく愛おしいです。レイナさん、ヒラリーさん、スパイファミリーご存知でしたか？もちろん見てます。はい、とっても面白いです。いや、なんだろう、なんかすごいこうヒーリング効果があるお話のね、され方、うん、ね、そんなレオナさんも可愛いというふうにね。さあ、そんなレオナさんですけれども、今月11日にニュー EP ネイキッドをリリースされたということで、その EP について、そして今後の予定についても聞いてみました。はい、レオナ、ニュー EP ネイキッドは、ネイキッドという言葉の通り、赤裸々にむき出しの思いをぎゅっと込めた一枚です。Life is beautiful, Teddy, Someday という笠村透太さん書き下ろしの新曲が3曲。そして今回は初めてアニマ、ネイキッドスタイルという形で、アニマという楽曲を新しいバージョンでレコーディングしたものが収録されています。そして、レオナアコースティックコンサートツアー2022ネイキッドもスタートしています。名古屋での公演は6月の3日金曜日、ゼップ名古屋。初めてのアコースティックバンドツアー、 EP と合わせてぜひライブもお楽しみに。そしてレオナ、来年春3月の6日に初めての日本武道館でのワンマンライブが決定しました。そしてそんな日本武道館への回り道、今年の秋から全国ライブハウスツアーも決定しています。レオナワンマンライブツアー 2022D ツアー、歪み、そして響き。歪みはオールスタンディングで、響きは
座ってゆっくりお歌をお楽しみいただけるツアーを同時に開催します。10月の6日に愛知県ダイヤモンドホールにて響き、10月の7日同じくダイヤモンドホールにて歪みをお届けします。ぜひツアーも、そして日本武道館でのワンマンライブも、どちらもお歌受け取っていただけますように。それでは最後に5月11日リリースのニュー EP ネイキッドより1曲お届けします。レオナで Life is Beautiful。 以上、レオナでした。じゃあな。ということで、レオナさんからコメントいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい、なんか本当にゆっくりと自分のペースで、そうですね、お話いただく、すごい癒される感じですよね。そうですね、なんか私割とチャカチャカ喋っちゃうから、はい、めちゃくちゃ早く、やっぱオタクって早口じゃん。わかります、早口で喋っちゃうから、うん、でなんかヒラリーもそんなにゆっくり喋るわけじゃないの。そうですね、なんかもうちょっとゆっくり喋ろうかなって思った。それは伝わったりは、素敵だからね、ゆっくり喋りたいなってなんかそういうふうに思っちゃった、うん、さあ、そんなレオナさんですが、現在初めてのアコースティックバンドツアー中です。名古屋は6月3日、今度の金曜日、ゼップ名古屋で開催されます。そしてこの秋、全国ライブハウスツアーも決定してます。オールスタンディングの歪みと、座ってゆっくり歌を聴く響き。名古屋は10月6日に響き、そして7日に歪み、どちらもダイヤモンドホールです。さらに来年3月6日には初の日本武道館公演も決定しています。こちらもどうぞお楽しみに。ということで、レオナさん、ありがとうございました。